文化祭が開かれたのは呉市焼山にある呉昭和高校です。第二次ベビーブームを受け、1983年に普通科の高校として創立しました。3年後のピーク時には24クラス1131人の生徒が在籍していました。しかし人口減少や少子化の影響で徐々に生徒が減少、県教委は定員割れなどの理由から2年前に新入生の受け入れをやめ、今年度末で閉校することを決めました。昨日最後となった文化祭、テーマは記憶に残る1ページ。63人の在校生たちは感謝の気持ちを込め、卒業生や地域の人たちをおもてなしします。書道パフォーマンスに校長や教員の演奏。各教室では卒業アルバムや過去の制服を展示したり、工夫を凝らした催しが行われました。これは私、あ、部長、昭和高校の部長、ね、松田聖子の髪型がね、聖子ちゃんカットよ、あの頃は。懐かしさと寂しさがありますね。もうちょっと存続してほしかったです。このほか専門家監修のもと生徒たちが制作し運営したお化け屋敷には長蛇の列ができていました。自分で作ったのにはほんまに心です。最後の文化祭でも人がたくさんいるんでテンション上がります。在校生たちはわずかとなった学校生活を精一杯楽しんでいました。思い出は消えないって思ってます。やっぱ心の中に呉昭和高校はあるって思ってます。一切悲しくはないですね。最後だからこそみんな最後だっつって盛り上がれるので、自分はすごい嬉しいです。ハッピー、明るくてもうみんな楽しそうで OK です。呉昭和高校は来年3月に41年の歴史に幕を閉じます。昭和高校で良かったなって思います。